どうも、今日はね、泣き顔ファイルをしていきたいと思います。ということでね、このキャラですね、このキャラ、あの友達がね、このウマ娘っていうゲームでね、あのガチャを引いて、このあの今乗ってた表紙のキャラをね、当ててほしいとのことだったのでね、20連引いてって言われたんでね、今回引いていきたいと思います。さあ、どうなるかな。はい、確定演出もあるらしいんですけれども、ちょっと教えてもらってないんでね、あの分かんない感じなんですけれども、これが虹色だったらね、なんかいいキャラが出るみたいな感じなんでね、とりあえずね、虹色を目指したいですね。表紙に載ってたし、ヒシアマゾンっていうキャラかなが、あの欲しいって言ってたんでね、そのキャラを出したいんですけれども、それを出すにはなんか虹色の扉がないとダメみたいな。いや、全部銀色だな。銀色は多分一番下のレベルなのかな、レア度的には。じゃあ20連いきます。いや、ここで出しとかないとね、ちょっと怒られちゃうんでね、せめて出したい。さあ、いや、確定演出とかわかんないな。やばい、あぶねー、金。いや、虹ないな、終わったか、これ。え、虹だ、来た。え、待って待って、え、友達が欲しいやつかな、これ。来たー、マジか、来たぞ、これ、やばい。え、マジか、来たわ、えぐ。え、近い。え、待って、え、どんだけー。え、やばい。え、これ1体出たら10体とも出るってことでいいんですかね。え、待って、これはね、友達喜びますね。やばいっすよ、騎士アマゾン。あれ、え、今何体目。やばい、連続記録ただいま出しております。やばい、え、逆に怒られるわ、こんな出しすぎて怒られるかも。え、こういうもんなのかな、ウマ娘って。なんかもう1体いいの出れば全部そのキャラ出るみたいな。やば、え、これはすごいっすね、マジか。10体